5頭の招待馬が枠に収まっていきます。4コーナーちょうどカーブしたところに作られましたスタート地点いっぱいに17つのゲート、今各馬がゲートイン完了です。ゲートが開いてスタートが切られました。揃って飛び出していった17頭、ね、さあリワードタイラントが好スタートを切りましたが、外からアルダンが行く、アルダンが行きます。メジロアルダンが先頭に立とうとしています。そしてその内から大井の実力ナンバーワンジョージモナークが競りかけていこうとしているが、さあジョージモナークとそして11番メジロアルダン、この2頭が競り合った。そしてその後ろからザッツマイドリーム3番手、そしてカリブソングがその後ろから続いていきます。先頭にメジロアルダンが立ちました。1コーナー右手にカーブを切っていきます。さあここでジョージモナーク、大井の実力ナンバーワンジョージモナークが先手を取り返しました。ジョージモナークが一気に行ってジョージモナークが3馬身のリード、そしてその後ろからはメジロアルダン続いています。そしてザッツマイドリームが3番手、ちょっとかかり気味にアウトラン成功2番の馬が行っています。その向こう側からカリブソング、そしてリワードタイランとリアルバースデーと続いていきますが、その後ろから1番の千代の松風、その外に皐月賞馬の異常を見せるかドクタースパートが中段を進んでいます。ゼッケン番号14番がギオンアトラス、古川哲也が鞍上です。そして5番の江南大馬が続いた、ゼッケン番号5番の江南大馬は荒尾の馬であります。向こう流し奥深い2コーナーから3コーナーへと向かっていきます。さあギオンアトラスがちょっと後ろに下がろうとしていますが、その向こう側から江南大馬あるいは放任目子姫、こういったところも上がっていこうとしています。後方2番手が3番のイダテンターボ、最後方から17番のラケットボール、こんな体勢であります。3コーナーのカーブに間もなく各馬が差し掛かっていきますが、先頭10番のジョージモナーク、的場文雄が果敢に逃げている、的場文雄が果敢に逃げている。今日1着1回2着1回非常に元気のいい的場文雄でありますが、現在先頭外の方からゼッケン番号13番ザッツマイドリーム、さあそしてメジロアルダンが内をついて、現在ちょっと3番手あたりまで下がっているのか。さあその方からは青い帽子リアルバースデーも追ってきている。4コーナーをカーブして直線コースに出てまいりました。先頭はジョージモナーク頑張った。外からリアルバースデー、外からザッツマイドリーム200を切って坂を上がる。ザッツマイドリーム2番手だ。内からアルダンと、そしてピンクの帽子が飛び込んできた。ピンクの帽子が飛び込んできた。ラケットボールが2番手から先頭を買う。ラケットボールがかわした。勝ったのは坂井千秋、ラケットボール。ジョージモナークをゴール寸前かわします。